スティーブン・エンゾンジは、フランス・イルド・フランス地域圏オード・セーヌ県コロン、部出身のサッカー選手、アル・ラーヤアアン SC 所属、フランス代表、ポジションはミッドフィールダー。2007年に、アミアン SC と契約を結び、2008年4月に、プロデビューをした。2008から09シーズンには35試合に、出場したが2部リーグに降格したため、イングランドへの移籍を決断した。 2009年6月、プレミアリーグのブラックバーンローバーズ FC と4年契約を締結した。エンゾンジは中盤の底で活躍したものの、ローバーズは2012年はカブリーグに降格し、それに伴い2012年7月にストークシティ FC に移籍。新天地でも安定した活躍を見せ、2014から15シーズンは全38試合にフル出場し、 ストークのトップ10入りに貢献。2015年7月にリーガエスパニョーラのセビージャ FC に移籍した。2018年8月14日、AS ローマに移籍することが発表された。4年契約で移籍金は2665万ユーロで、ボーナスとして最大400万ユーロが追加される。2019年8月16日、ガラトサライにレンタル移籍することが発表された。 12月13日、無秩序な振る舞いをしたとして、クラブから無期限の活動停止処分を受けた。2020年1月31日、リーグアンのスタッドレンルに、シーズン終了までのレンタルで移籍した。レンタル契約には1年間の延長オプションが、付帯している。レンルはリーグで3位となり、UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した、ことにより、レンタル契約は1年間延長された。 2021年6月19日、レンタル契約満了に伴い、レンヌを退団することが発表された。2021年9月28日、カタールのアルラーヤン SC に2年契約で加入。背番号は88。2018FIFA ワールドカップの出場メンバーに選出された。クロアチアとの決勝戦で、後半途中からエンゴロカンテと交代で出場し、 優勝に貢献した。ありがとうございます。